はい、今回ですね RC プロのね保護カバーを紹介していきたいと思います。はい、今回ですねこの RC プロのね、はい、保護カバーを紹介していきたいと思います。ちょっと開封していきます。こんな感じで、はい、この RC プロですね、 DJI の RC プロで、僕はこの RC プロは、Mavic 3のシネの送信機ですけどね、まあいろんな送信機合うと思いますけど、はい、まあこれは普通にどうやってはめるのかな、あ、ここでこういう感じですね、こういう形ですので、ちょっとアンテナも伸ばしつつ、アンテナも伸ばしつつこうはめていくような感じですかね。上から行くとちょうどいいかな。はい、でこの下のところで止めていくみたいな感じですよね。これも手締めのやつ、はい、でこれでできました。はい、まあここはなんかストラップみたいなねつけてあげればいいのかなっていう。でまあこれ日よけ代わりにね、日よけっていうか、うん、使わない時はこのまましまってもらって、でアンテナも畳めるようなね形ですね。はい、まあ実際ちょっと若干このなんていうんですかね、アンテナがここちょっと浮くような感じですね。まあこう押さえ込めばちょうどいいんですけどね、ちょっとやっぱここが当たってるのかな、若干ちょっとここが当たってるかなって感じです。なのでここ、こうやってやるときにはちょっとこう押し込まないとなんないようなね形ですね。ちょっとまあ社外品ですので惜しいは惜しいですけど、まあたまたま僕ここにあのね機体番号を貼ったんですけど、これも見えなくなっちゃったんですけどね。まあまあ、でちょうどここの電気のところがね、これ一回押すと電気の見づらいですけどね、まあ見えやすくはないか。はい、であとはまあこういうところのボタンが押しづらいところはありますね、ここね。でここにね、まあ、低速とか高速とか、ね、スイッチするのが消えちゃうので分かりづらくなっちゃいますけど、まあ、慣れちゃえばって感じですけどね。はい、まあ、どちらかを取るような形ですね。で実際僕はこれは、シネの場合はこういうハードケースに入れてあるので、まあ、そのまま閉まっておけば買ってしまえますけどね、実際しまえますけど、ちょっとやっぱここが当たってるのかね、ので、まあちょっと窮屈は窮屈なんですけどね。はい、まあちょっとスティックつけっぱなしでも安心なのかな、これね。はい、こんな形で、だからちょっとここら辺がついてくるので、ちょっとここはこうやって しまうときに蓋が開いちゃうとかね、あるかもしれないですけど、こんな形で収まりが、
ちょっとやっぱここも張ってますよね、こうね、無理があるというか。なのでこれって良しとするかしないかみたいなね形ですけど、はい、もし良ければこのね使ってみてください。